でかしぶっ飛んじゃいました。全部ぶっ飛んだからもう全然伝わんなかったと思うんですけど、あのまゆかが書いてくれたバレンタイン用の歌詞なんですね。で今日ってもしかしたらバレンタインな気がするんだけど、もしかしたら諸説はあるよね、やっぱり他の国はまだ向かってないから、ねね、バレンタインのチョコ、かやからバレンタインのチョコ欲しい人、あーみんなのこの間が苦しい、間が悲しいな、ありがとう、もらう日だけバレンタインってバレンタインだからね、と思ってね。でバラマキやっぱ会計はちょっとみんなを愛しているから、と母のような存在と皆さん見てて思うのでバラマキ用のチョコがいいのかなって思ったんだけど、いやこの心が、いやどっちかというとママさんだったんだ、ママさんまゆかはみんなになんか渡るようになんか30個とかの用意した方がいいんじゃないかって話になってたんですけど、コロカが奪い合うぐらいが面白いよって言ってやっぱり現れるよね、性格が。間を取って一人一個持ってきたので、まあ事実上これは本命チョコですよね、事実上。ですよ、これをあよいしょして、あそうれして、はい、ゲットしたね、頑張れレシーブしてどうすんだよ、事実上本命チョコです、なあ、上くんだ、やったー、チョコありがとう、チョコありがとう、今の冬の曲でした、ほんまにごめん、1000円ありました、
ップで変に緊張しちゃった。自分のことのように今ちょっとこんな感じなんですけど。あ、嘘、元気を出してよ。審議中じゃん。大丈夫か。みんな知ってると思うけど、ちょっとメンバー紹介をしようかな、ね、はい、ドラムがコノカです。わー、はい、チョコを争奪戦にしようと言った張本人、会計、役職は会計です。はい、ベースの星崎です。マユピョンです。ザッキーです。役職は会計です。もしかして全員会計なのか、はい、まさかそんなのか、そんなこと。私です。ギター五十嵐です。五十嵐かやです。実は会計です。実はね、全然気づかなかった今までキーボードばっかりでだったんですけど、今回の2年ライブはキーボードを彦坂くんに貸し出し、彦坂くん元気出して、元気出しなよ。で、私はベース1本でやりました。楽しかったです。ベース、よかったね。やった。ベース好き私。よかったね、はい、私も。私もすごい。今の2曲目にやったのは、カヤとカヤが似たものバンドを組んだら私やりたいなって思ってた曲でした。大森聖子さんと呪いは水色でした。イエーイ。雪やろ、雪、雪やりたい。おっそ、早くやりたい。雪やったらできるんだ。コズミックボックスはよ。僕は雪で育ったんですよ。そんなことないけど、雪で育った。思い出した。自分で書いた歌詞だけど。うん、大丈夫です。